要塞。要塞とは、外敵等から戦略上重要な地点を守るために、築かれた構築物。砦、で、鳥で、ほ、塞、城彩、歩とも言う。軍事的な攻撃に対処するためには、防御が必要である。したがって、戦略的な金曜地形を保守するための防御の準備として、高級的な築城が、平時から行われることがある。 このような築城によって建設された軍事的な施設は、その構造、軍事的機能、耐久性などによって、通常の陣地と区別して、要塞と呼ばれる。要塞の形態は、時代と共に変化してきたが、基本的な機能として、周辺住民を保護するための避難所、ある程度の戦術的な攻撃を排除する砦、そして、複数の砦が、 機能的に体系化された戦略的防衛線がある。避難所は古代から中世までのいくつかの都市にも見られる機能であるが要塞の原初的な形態でもある。砦はさらに施設の軍事化を進めたものであり、防御戦闘に必要な防壁や兵器を備え付け、指揮や兵舘に要する施設が準備されている。戦略的防衛線とは砦を敵対勢力に対して、 横方向に連続して配置したものであり、中国の万里の長城、ローマの防衛要塞線が例として挙げられる。古代では、都市の防備として、城郭や砦の類が建築された、城。近代以降では、河方が整備されてからの築城を指す。城壁で市街が囲まれ、城塞を持つ、城壁都市が大陸で多く見られた。日本ではむしろ、 市害を囲い込まない要塞的な城が基本となっており、市害を取り込む総構えを持つ城は多くない。ルネサンス期を迎えて、ヨーロッパでは大々的に大砲が工場兵器として使用されるようになり、城壁での防衛は次第に困難になっていった。イタリア戦争でこの大砲に対抗するための要塞建築法が一様の完成を見た。半月砲や両方を持つ星型要塞。 初期の量保守器用材である。これは攻撃正面を幅広く取り、また側面をできるだけ小さくすることで視覚のない濃密な加盟を形成できた。永久追記は文字通り軍事、交通、産業の要衝及びその周辺に恒久的に構築される。永久追記の施設は時代、用途、地域によって様々だが、基本的には砲台、堀。留、 当地化、特化点ともいう、公社法人地、指揮所、観測所、弾薬庫、油脂庫、貯水、給水施設、通信施設、待機所、交通施設、地下登録庫など、医療施設等である。これらが全て構築されるとは限らず、任務と地域環境によるところが大きい。近代以前の築城と近代の永久築城が異なる点は、それぞれの法題。 観測所、貯蔵庫等が、比較的広範な地域に分散し、かつ有機的につながっていることである。故に、これらの分散した設備が陥落もしくは包囲され、孤立すればその力を失うことになる。有事においては要塞には、多数の兵員が存在することになるが、刑事は観測所などを除いて、警備要員が詰めているのみという場合がほとんどだった。 内陸部における要衝や国境線地帯に築かれる永久築城。堀井、当地下といった接近専用の施設に重きを置き、これらは残豪、地雷、原、迫撃砲陣地といった野戦追記で補強されることが多い。一般的な永久追記はこの陸戦要塞を主に指す。平野や丘陵地帯では、戦車等による飛行船に対する保類や地雷、原、 戦車進行防害物の設置を行ったり、山岳地帯においては、比較的軽装備の山岳部隊に対する盗聴の、阻止を狙った統治下や捕類を構えしたりと、様々なバリエーションがある。領海内に侵入した敵の艦艇に対して、砲撃、大撃を加える、沿岸地域や港湾、当初に構築される要塞、人工島を構築して、砲台とするものは、解放と呼ばれた。 長距離砲を備えた砲台が主体となり、急戦艦、巡洋艦の大口径砲が使用される、砲塔砲台もあった。また、沿岸要塞の大きな特徴としては、ソナーや対艦レーダーを備えており、機雷付設設備や、巨雷発射施設も構築される場合が多い。戦前の日本本土に構築されたすべての要塞は、こうした沿岸要塞であった。対艦ミサイルがない時代に、 敵艦隊の攻撃から重要都市や湾港を防衛したり海峡を封鎖するには大口警報を備えた沿岸要塞が必要だった。一般的に航空機の発達は前室の陸船、沿岸領要塞においても高射砲陣地の構築をもたらしたが、防空要塞は防空任務を純粋に要塞化したものであった。降射砲陣地、対空レーダー、超音施設、 揮書、弾薬庫、シェルターなどを一体化させたもので、第二次世界大戦中のドイツ、ベルリン、ウィーンにそのための校舎砲塔が出現した。堅牢なコンクリートによって構築された一種のビルディングで、施設のほぼすべてが地上にあるのが大きな特徴である。敵地上軍に対する抵抗拠点としても使用された。第一次世界大戦以前の多くの永久追記は石。 レンガが用いられており、近代以前の追記同様に多くの施設が地上、もしくは半地下式であった。しかし、第一次世界大戦以降、航空機や長距離、大口警報の発達は要塞を次第に地下化させ、第二次世界大戦当時の要塞の多くは、地下式でコンクリートと鉄骨鉄筋を用いた砲爆撃に耐えられるものまであった。地下化は爆弾。 ミサイルの発達によって加速化され、山岳地帯の岩盤をくり抜いたトンネル内に施設を構築するケースも現れてきた。永久追記は襲来してきた敵に対して防衛線を展開するため、敵側に正確な存在を確認されることは致命的である。このため、平時においては設備の隠蔽が必要であったドイツのジークフリート船大西洋要塞船のように、 政治的なデモンストレーションとして存在を誇示する場合もあった。永久追記は幼少の周辺に気づかれることが多いため永久追記のカムフラージュは厳重を極めた。砲台、観測所等は植物、銀ネムなど網、寄草民家などで隠蔽することが多い。また一般に日本を含め各国は法律で永久追記周辺を一般人、 外国人の立ち入り禁止地帯とし、写真撮影やスケッチ等も不可能とした。こうした禁止に対する違反者は厳重に処罰するケースが多い。また、地図では、要塞地帯は空白になっていたり、偽装された地形が描かれている場合もあった。永久追記の欠点は、整備や補修に多額の費用がかかることと動けないことである。例えば、日本の沿岸要塞は、 幾度となく廃止、新設が行われたがこれらは根本的な改築を要した。また、第二次世界大戦中においては、航空機や戦車を中心とする気候戦が広まると、これらに対して永久追記は防戦一方の姿勢を取らざるを得なかった。それどころか迂回されて戦局に寄与できないという最悪の事態が発生するようになる。例、マジの戦。このため、 第二次世界大戦後においては、多額の費用を投じて、永久築城が構築されることは、大なくなった。現代の軍において追記は、野戦築城を指す場合がほとんどである。一方で海岸に築かれた要塞については、水上関係に対する有効な防御施設として、機能した。ガリポリの戦いにおいて、陸上砲台は官報に比べて圧倒的に有利で、 あることが証明されたからである。例えば第二次世界大戦において、アメリカ海軍は戦艦による艦砲射撃で日本の海岸都市を攻撃したが、すべて太平洋側の都市であり、日本海側の都市には艦砲による攻撃は不可能であった。これは日本軍は津島に要塞を建造しており、津島海峡を通過して水上艦艇を日本海に突入させることが、 作戦上の特質を考えると著しく困難だったからである。ただし航空機と潜水艦の発達が水上艦艇の価値を相対的に低下させてしまった。ため、第二次世界大戦以降は海岸要塞の利用価値もなくなった。第二次世界大戦後も第一次インドシュナ戦争、ディエンビエン風の戦い、ベトナム戦争、中東戦争、第四次中東戦争における、 バーレブ・ライン、湾岸戦争において、要塞と言えるものが双方で枯れるが、これらは永久追記というよりは、野戦追記の延長線上にあるもので、ベトナム戦争を除き、砂漠地帯の気候、機動戦においては、大きな価値を乱すことができなかった。特に、ディエン・ビエン風の戦いや、バーレブ・ラインは、現代の戦争において要塞が非力であることを証明する戦いとなった。 また、ユーゴスラビア、アルバニア、北朝鮮などは、第二次世界大戦後、全国土の要塞化を目指し、統治下や軍事用途に転換可能な公共施設を建築したりしたが、これらはユーゴスラビアを除き実践経験はないと見られる。これら以外ではスイスが国境線となる山岳地帯に、第二次世界大戦以前から要塞線を築き、スウェーデンなどの北欧諸国では、 同地域の沿岸特性を利用した沿岸要塞が各々構築されている。また、現代においては、航空機技術、ミサイル技術など、兵器の進歩が著しく、要塞に対する遠隔地からの直接攻撃が可能なこと、また要塞により、敵軍の攻撃を防ぐことが事実上不可能となったことか、戦略上の必要性は薄れている。しかし、 完全に喪失されたわけではなく、レバノン侵攻、2006年においては、イスラエルと対峙する民兵組織ヒズボラが、南レバノンの国境地帯にシェルターを兼ねた地下陣地を多数構築していた。あと、この地下陣地の一部がヒズボラによって博物館となっている。これは、司令部、通信施設、兵舎、倉庫を兼ねたものであった。これらが民兵の出撃や、 補給の拠点となり、ゲリラ戦を展開する際に大きな足がかりになった。このように、直接戦闘に巻き込まれる可能性は低いものの、支援や防護という面においては、必ずしも存在価値がなくなったとは言い難い。戦時において、焦点となった要塞を、戦争名、要塞名、または戦闘名、要塞保有国名で紹介する。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。